皆さんお疲れ様です。ハッチョコです。エリナです。エリナです。お願いします。はい。今日は、スタバを飲みながら誕生日会です。イェーイ。激ゆるな顔文字を書いてもらいました。しれっと私たち誕生日だったんですよ。そうなの。何月か言ってごらんなさい。3月14日です。4月6日です。ありがとうございます。24歳です。それな怖いね、24歳になったんだね。24歳です。24歳ティラミスフラペチーノ初体験。カチンカチン、あ、美味しいかも。なんかあれだね、入ってるね。うん、てかケーキとか買ってないね、うん、それの誕生日なのに。ティラミスだからね、うん、ケーキだね。ケーキ入ってるから、入ってるから OK。 さあ世の中のイケメンってさ、うん、あれじゃない、なんかあの写真とかでさ、こうも私もっとかっこよく撮れると思う瞬間ない？わかるよ。わかるよね。だからあなたの、うん、もっといい良さをもっと私は引き出した写真を撮れるよってことなんですよ。そう思うよね。てかバチバチに決めなくてもあなたはかっこいいよって思う。ね。何の元気づけなんこれ。でもマジで思う、それは。なんかマチっていうか、なんかインスタとか見てても、うん、そうだね。あなたは加工なんて使わなくてもわかんない、うん、も加工してないの見たことないから、そういうのかもしれないけど。みんなでってさ、みんな新学期なわけじゃん。うん、どう、みんな出会いとかどう、うん、って聞きたくなっちゃう、うん、でもさ、うん、大学もさ、うん、結構オフライン増えてくるじゃん今後、うん、今後わかんない、今後わかんないけど、うん、なんか私の会社の近くにも学校があって、うん、大学があって、うん、そう、それで結構人がいたから今年は出会い豊富なんじゃねと思ってる。大学生とかもいいじゃん、いいじゃんね、いいよね、うん、切実。出会いに飢えすぎキャラ、飢えすぎキャラが定着してるよ。やばい、それ困るわ、うん、別にそういうわけじゃないんだけどね、うん、そういうわけなのか。いや別に出会いってさ、別にその男の人との出会いとかだけではないわけじゃん、うん、男の人ってか何、うん、かそういう恋愛的な出会いだけじゃないわけ、普通にそういう面で言ったら別に出会い少なくはないけど、なんかねみたいな。ねっていうことだよね、うん、なんか最近すごい周りでめっちゃ多いのが、うん、なんかお互い別に、なんか急に話し始めるけど、うん、なんかお互い別になんだろう、好きだけどみたいな、好きなんだろうけど付き合わないみたいな人が最近すごい周りに多い気がするの。どういうこと、なんでわかるの。え、それを話を聞くから。え、何、好きなんだろうけどってことが。そう。あ、わかんないのか。わかんなくない？じゃあわかんないのか。わかってるなら付き合えるじゃん、多分。でもなんかいろいろあるじゃん、きっと。ないよ。ないよ。なんか多い気がするんだよね、ほんとに。そうなんだ。そういう話をよく聞く。え、どういうこと？だから、なんで言わないの？その理由は？その心は、え、言わないのってどういうこと？だから自分、そう、好きなんだけどって。え、だからそれは言えないこともある。なんで言えない？それで言ってしまったらもうこの関係は終わってしまう。じゃあ好きじゃないんじゃないの、向こうが。うん、そう、だから分かんないだから、うん、もしそこではっきりしてしまったら怖くねみたいな感じのことがすごい最近よく話聞くのよ。それ男の子も女の子もどっちも。なんで？男の子の友達もそうだし、女の子の友達もそういう子いるし、それはやっぱどうしてなんだろう。付き合うっていうことがカロリーが高いのかな。まあ責任が出てくるからね。あ、ちゃんとその彼氏彼女になっちゃったら、うんうん、そうだよね。今までなかった責任がクッとくるから、それで踏みとどまっちゃうというケースもあるかも。まあそれか、その、とか誰って感じだけど、しばらく彼氏いないけど、わかりますか？まあいないんだけど、そう。わかんないけど、それとか、まあ、そうだね、関係が壊れちゃうとか、うん、まあ、向こうがワンチャン遊びかなって思う節もなくもないみたいな感じだったら言えないんじゃない？だから大人っていうかさ、うん、
なんか年齢的にやっぱこのぐらいの年齢になってくるじゃん、うんうん、で友達とかもみんなそれぐらいの年齢じゃん、やっぱ高校生の友達とかいないからさ、うん、いないだからなんかそういうのでもありになってありっていうか、なんか好きだから絶対付き合うとか、うん、お互い好きだから付き合うがいいとか、なんかわかる？わかるよ。いろんな形がやっぱ増えてきてんだな、うん、大人ってって思った。いやーでもわかるわ、なんか違ったよね、違うよね多分。違った、多分お互い両思いだったら付き合ってるじゃん、もうなんて高校生とか中学生とかってみんなそうじゃん。うん。大変じゃない？なんか。大変、社会人っていろいろあるよね。うん、無条件に愛を受けたい。無条件に愛を受けたいけどさ、うん、そんなさ、うん、無条件に愛をくれもらえるほどの魅力が自分にないと思う、普通に。なんでそういうこと言うの？え、違う。どうして？いいじゃん。え、じゃあ何をきっかけに私のことを好きになってくれるのって思う。なんかその無条件って何？じゃあ無条件、いやなんか赤ちゃんだってさ無条件で愛されんじゃん、うん、赤ちゃんは無条件に愛されるよ。そういうことだよ。だから欠点も可愛いって思ってくれるってことじゃない？うん、いいじゃん、そういう組み合わせじゃない？何の組み合わせ？男と女の組み合わせってこと？性格とか。ああ、でも性格ってやっぱあるよね。あるよ、性格だと思うもん。性格合う合わないだと思うもん、なんかやっぱ。うん、結局そこはあるよね。なんか最初はさ、やっぱさ、あの人かっこいいなとか、うん、この子かわいいなとかから始まるのはもちろんすごいたくさんあると思うけど、うんうんうん、なんか、長く行こうや、みたいな。長く行こうやって何、うん、なんか、そうわかる？長く付き合ってこうや、みたいな話になってくるじゃん、うん、年齢的に、うん。ってなったら、やっぱ性格とか価値観とか、うん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 、合わないと多分無理なんだろうね、もうきっと無理だと思うよ。終わり。無理だと思うよ。終わり、終わった。すごいね、終わりだよ。え、いない？なんか周りにそういう人、みんな付き合ってる？ちゃんと好きだったら。え、いや、付き合ってる、なんかそういう駆け引きみたいなのはないかな。普通にどっちかがないってなってる場合、ずるずる関係続けるとかはある。付き合いはしないけどみたいな、うん、そう、付き合いはしないけど普通にデートとかも行くしみたいなのは聞くかな。なんでデートはいいのにさ、付き合うのはダメなの？いや、ほんとそれな、イライラすんだけど。イライラすんだけど。もしかして体験済み？経験だ。いや、どうかな、経験者分からない、経験者ちょっとよく分からないかな。でもなんかそういうのって結構厳しくね、うん、厳しいよ、だって巻き返せないんだもん。なんかさ、まださ、なんていうの、そのデートってさ、やっぱ付き合ってるからやるみたいな感じあるじゃん、うん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 、だけどそれを経てしても付き合えなかったら、うん、そのなんか、なんていうの、わかる？これ以上引き出しがないというか、わ、うん、かりますか？あ、なんか付き合ってる感みたいなのを付き合う前にしちゃってて、それでもなびかないのであればみたいな。てか逆にあれなんじゃない、付き合う前にそういうカップルみたいなことをしちゃってるからさ、その付き合うあれがメリットみたいなのがないわけね。メリットっていうか、そのわざわざ別にちゃんと付き合うとかしなくても、うん、ってなっちゃうんじゃないかな、知らんけど。イライラするな、それ。イライラしてる。普通にシンプルに一般論としてイライラする。うん、それはそう。なんでなんだろうね、それって。それって本当に不思議なことじゃん。なんだろうね。うわー、ひもてつらいわ。ひも？ひもて。ひもてって何？ひもてる。あ、そういうこと。ひもてつらいわ。でもなんかやっぱこういう問題って女の子の方が抱えてることが多い気がする。なんか結構、うん、振り回されてんの女の子のイメージある、私はね。まあまあ確かに多いのはそうかもね。男の子でもいるけど、いるけど女の子の方が多いかもね。イライラするな。多分なんか都合よくじゃないけどさ、うん、なっちゃうんだろうね。ね、だってそれを自分から切ったら自分が寂しくなっちゃうわけ。何を探してるの？いや、しまった。しまった。飲みを干しました。はあ。
なんだろうね、つら。みんなすごいさ、済ました顔して会社に行っててもさ、いろんなことあんだよって思ったらすごいなんかもうってなっちゃうね。それな。だからすごい思った。なんか例えばさ、めっちゃもう結構な大恋愛をして別れたとするじゃん。うんうんうん、ポンって急に、うん、じゃあ日曜日の夜に別れました、うん、次の日からっていうか俺仕事に行かなきゃいけないんでしょ。すべ、ね、ての感情を押し殺して。そうだ、泣いちゃわない普通に会社で。いやーまあね、なるよね、なるよね、うん、だから大人ってマジですごいんだなって思った。確かに。さあ、そう、なんかで見たんだけど、恋愛のゴールって結婚か別れしかないっていうのを見てガチやんと思った。でもさ、今後さ結婚とかしていったらさ、うん、男友達っていう存在がいなくなるのかな。でもそれってさ、うん、でも、ま、思うよね、うん、でも全く別にそういうことじゃないじゃん、男友達に関して。 でもさ、嫌じゃない？逆を考えたら。そうだよね、嫌だよね。めっちゃ仲いい女友達がさ、その旦那さんとかにいたとしてもさ。え、無理だわ。え、じゃあ土曜に2人で出かけてくるわ。やばいわそれ。ウケる。車出して行ってくるわとか言われたら嫌じゃない？だから一緒なんじゃない？それと。そう考えたらさ、今のうちに同性の友達いっぱい作っといた方がいいってこと？なんで、いつしかいなくなるのに？うん、いつしかいなくなる友達、切なくね。え、悲しいよ。みんな仲良くすればいいじゃんっていうわけでもないんだもんな。なんかかといってなんかその旦那さんも一緒に遊ぶのは違くない？違う、それは絶対に違う。それは違うよな。え、なんかそう考えるとなんかすごい寂しいね。寂しいね。寂しいよね。でもその分やっぱ私には家族が増えていき、あ、そういうこと、家族になろうよってことじゃん。マサル、マサルじゃないって思って福山雅治のことマサルって呼びて初めて見たわ。マサル、ちょっと福山雅治だと長いかな。家族になろうよってことでしょ。まさかファンの人はマサって言うよね。そうなの？多分そうじゃない。マサ。マサ。へえ。考えたらね、やっぱちょっと寂しくなっちゃうなっていうお話でした。終わった。はい。はい。ということで今回はスタバを飲みながら。誕生日会なのこれ。女子会というかトークをしました。世の中不条理なことも多いですが頑張っていきましょう。はい、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価とインスタのフォローもお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。